久保さん、あの、お金稼ぎになると、なんか、あれですよね。みんな、うさんくせえなと思うんですよね。やっぱりね、だけど、お金必要なんですよ、みんな。僕、一番最大の良かったところが、やっぱね、億万長者合宿でも言いましたけど、正々堂々と金くれって言えるようになったっていうのが、あの、良かったところかなっていう。要は、お金に対して、素直に、ドストレートで向き合えるっていう。なんか、多くの人って、いろんなフィルターつけるんですよ。 で、一番必要じゃないですか。お金って。で、お金お金言うと、お金の亡者みたいな受け取り方をする人がかなり多いじゃないですか。いやいやいでも、どういう受け取り方をしたとしてもお金は必要なんで。ほんとね、お金に支配されたくないんだったら、無人島で、服も着ないで、裸で、なんかその、こう、なんだ、狩りして、 魚こう取りに行くとかねして、取ったとーみたいな感じで、自分で火炊いて焼いてみたいな。だって、塩もね、買ってんすよ。だから塩買わないんだったら、自分で塩作る。<laughs> ライターですら買ってますからね。だからライターも買わないんだったら、自分でこう起こすしかないじゃないですか、こんなんで。だ何するしても申し訳ないんですが、金なんですよ。だからそれはもう揺るぎない事実です。でもこの事実を言うと、 なんか、そう、そういうのじゃないんだよっていう、なんか、その、こっから逃げちゃう人多いんですよね。だからもう、僕が本当良よかったのは、もう、せいせいどうぞと金くれって言えるようになったのと、あとはお金に対しての勉強ですよね。だからこれは本当に学校じゃ教えてくれないです、お金に対しての。で、逆に言うとお金は汚いものみたいなのを教わってる部分はあるんで、だからこれは本当に真剣にお金のことを考えないといけないし、お金を稼がないといけないし、だからこれは、だから就職すれば、もう満タ 就職すれば、なんだ、終身雇用でもうほぼ安泰、みたいなね。そういう時代だ、時代の時は良かった。でも今そうじゃないの誰でも知ってるじゃないですか。か一個の会社に就職したらもう、もうま、うちの息子をよろしくお願いします。もう満泰、みたいなね。なくないですか今ありえます なんか一つの会社でずっと給料上がるし、ずっとボーナス出るし、退職金3000万4000万出ます。そんな会社あります多分ねえんじゃねえかなと思うんですよね。多分ないですよね、あんまり。うん。だから今はもう時代変わってますから、逆にその昔の考え方、昔の教えをこの時代に持ってくるなって話で。今、しかも今コロナじゃないですか。どう考えても考えないといけないですよね、自分で。 昔の考えを捨てないといけないし、新しい時代で生きてるわけですから、僕たちは。ね、昔のね、もの作ったら売れる三種の神器ね、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、作れば売れる。その時代じゃないんですよ。<laughs> バブルでもないし、終身雇用があった毎。毎年基本給上がった。ボーナス100万ぐらい出る。ないです。退職金何千万出る。 ないです。今は時代変わってるんで、あの、時代変わってるのに自分の考え方変えてないんだったら、それはもう生きていけないですよ。うん。まあ、ということで、まあ、お金について考えようみたいなタイトルですね。いってらっしゃい。